ロンドンにある建築学校なんですけども A スクールという学校を卒業してその後あの日本に戻ってきてですねあの建築設計事務所を立ち上げて、まあ、いろいろ活動してきてましたただあの建築設計事務所なんですけども建築当然建築の設計インテリアの設計みたいなものもやるんですけども、まあ、僕はずっとプロダクトのデザインも、まあ、建築だけじゃなくてトータルでいろんなあのデザインをしたいと思っていたので。 建築イインン、テリア、プロダクトのデザさままざなことをやってます。で、その中で、まあ、あの皆さんにお伝えしたいのは例えば、まあ、今回あの展示でやらせていただいた寺田模型っていう紙の小さな100分の1の模型なんですけども、まあ、そういったものもプロダクトとして開発して販売したりそれからですね、えーっとうん、アイスクリームスプーンもしかしたらご存知の方いらっしゃるかもしれないんですけども。 15.0%というブランンドであのアイススクリーームのスプーンを作ってますそれはアルミでできたスプーンでアイスを食べるためだけに生まれたそういうスプーンを作ったり、まあ、あとはですね、えー、と壁掛けの掛け時計とか傘立てとか、まあ、あのプロダクトといってもインテリアプロダクトというかお家とか空間の中に寄り添うようなそんなプロダクトをメインにやってます。 あとはですねその他はあは、のー、今僕はインターオフィスという会社の,あの社長もやってるんですけども、えー、それはですねヨーロッパの主にそのドイツスイス、うん、あとはスカンジナビアイタリア、まあたりの高級ファニシャですねハイグレードなハイクオリティな家具の輸入販売というようなそういう会社もやっております。 えっと、今回、まあ、あの内田デザインさんにお声がけ頂い,いて、まあ、アーティストっていうような形でコラボレーションをさせていただくっていう機会を与えて頂い,いて、まあ、非常に面白かったんですね。であのこの「大和ンという物件はですね、まあ他の4つの、えー、建物に比べて非常にコンパクトな。 建物だったので、まあ、そういった意味でも寺田模型は非常にコンパクトなので選ばれたのかななんて思ってたんですけども僕が今回そのアートをまあ作るにあたって意識したのはやはり海外のお客様ですねあの海外のお客様やっぱり京都にいろんな思いを持って来てくださると思うんですけどもやはり京都の古い京都っていうか伝統的な京都っていうのはもう皆さんご存知だと思うんですが新しい日本のデザインアートみたいなものも やはり伝えたいなというふうに思ったので、まあそういった意味では僕のあの寺田模型っていう作品はまあ紙の作品なんですけどもね。まあ,あの非常に日本的な紙っていう。まあ、マテリアルを使ってまあそれをまあレーザーカットして現代的な技術で使ってまあ今の京都をまあ表現するということを考えました。で、その京都を表現するにあたっては？ あの春夏秋冬ですねやっぱり日本の四季まあ京都は特に春夏秋冬の美しさっていうのがまあ我々にとっても海外の方にとっても非常に魅力だと思ったので、えー、京都の春夏秋冬春夏秋冬っていうものを寺ラ模型で表現しました春はあの桜ですやっぱりそれから夏は竹林の竹で秋はモミジそれから冬はまあ雪と松みたいな形で ちょっと花札みたいなんですけどもねだけども、まあ、そういう中で京都の舞妓さんがいたりとか人力車があったりとか修学旅行生がいたりとか観光客の方がいたりというようなそういう京都の街を100分の1で表現しましまたでその4つの式が全部まとまって見れるのがあのエントランスにある、まあ、レセプションのカウンターのとこに掲げてある作品で,で各客室内にはですね、えー、とその春夏秋冬春夏秋冬のどれか一つが こうあるという形ですで客室内についてはですね、えー、ちょうどベッドの脇のコンソールありますねあの電気とか電話とか、えー、そういうコンソールの中にこう埋め込むような形で、えー、寺田模型ので作ったこうなんていうかこうシーンというかジオラマみたいなものを作りました。それが春夏秋,秋冬4種類あるんですけども、まあ、ちょうどですねあのベッドで寝ててこう目が覚めてこうパッと見るとそこにあるような。 ベッドで寝転んだ時の目線の位置にちょっとあるような形にしてまあ,あのそういう目覚めもあってもいいんではないかなというふうに思いました、まあ、なのでそういった意味では、えー、京都っていうものを、まあ、日本的な紙それを現代的なレーザーカットという技術で何かこう新しい見せ方を海外の方、まあ、特にですね日本の家庭にも対してもそうなんですけども特にちょっとそういう海外の方を意識してそういうものを今回作りました。 あとはもう一個外部に蝶像を作ったんですけどもそれはあの実はその寺田模型のキットの中についている100分の1の蝶像を100倍まあつまり1分の1減寸に拡大したものを作ったのでまあちょっとその辺の関連性は考えてやっております。はい、以上です。